令和5年11月20日吉田小学校の3年生児童を対象とした消防出前講座が行われました。講師を務めているのは大府市消防団吉田分団の団員です。ここが、詰め所と言います。詰め所でいつもはここにね消防車が止まってます。吉田分団では吉田小学校からの依頼を受け、年に1回団員が講師となり、消防団の活動やその役割などについて子どもたちに伝えています。あとは、ここはね、あの台風とか来るでしょ。台風来た時に警報って出るでしょ。来ちゃダメですよって学校で。そうするとね、消防団員はね、みんなここに集まる。今4時の父ではあるんですけども、やっぱり子どもたちがあの安全で安心して、暮らせるような、地域にしていきたいなと思って、まあ、活動はしております。市民の安全安心を守るため、いち早く火災現場に駆けつけ消防活動に当たるなど、なくてはならない消防団は普段どんな活動をしているんでしょうか。今回のスマイルオーブは大府市消防団の活動を紹介します。地域の安全を守っている消防団は、消防本部と同じく消防組織法に基づいて市町村に設置される消防機関です。消防団の構成員となる消防団員は、会社員や自営業など本業の傍ら消防活動などを行う非常勤特別職の地方公務員です。大府市内には現在7つの分団があり、女性10人を含む19歳から60歳までの団員153人が所属。年間を通じてさまざまな活動をしています。1月の出初め式や、各地域の行事、12月の年末夜景等さまざまな行事に参加してくれておりますが、現在は大規模災害や大きな火災に対応するために月1訓練に力を入れております。夜7時30分、大府市消防本部で消防団の月に1回の訓練を行いました。訓練はすべての分団で実施され、この日は盛岡分団を中心に20人の団員が参加しました。火が燃えるには可燃物、酸素供給体、鉄火源、この3つがどれが欠けても火は起きません。逆に言っちゃえば、どれか一つを立てば、消火できれば火が起きないっていうことです。この日は座学として消防本部の職員が火災や消火の要素に加え、火災の種類や消火器などについて説明しました。実は大府市消防団には学生消防団員と呼ばれる大学生が8人います。1年以上消防団員として活動すると、その実績を学生消防団活動認証証明書として大府市長が交付、就職活動の自己 PR に活用することができます。私は地元が大好きで、先輩からの誘いで消防団員に入りました。最初は怖いイメージがあったんですけど、やっぱり先輩たち全員優しくて、で訓練も優しく教えてもらい、とても楽しいです。将来消防の道に進みたいと思っているので、それに向けて知識をつけることができて、とてもいい経験だと感じています。消防団を通じて精神も鍛えられますし、
活動手当等も出るので進めたいと思っています。この日の訓練では30分座学を行った後、実際消防団で所有しているポンプ車を使った放水訓練も行いました。放水訓練始めます。火災発生、通してください。訓練では本番さながらにヘルメットに防火衣を着用して、ポンプ車から火点をめがけて放水するところまで一つ一つの動作を声に出して確認しながら行いました。前方よし、鉄道よし、放水始め。いざという時に備え、日頃から繰り返し訓練を行うことで、実際の火災現場でも迅速に消火活動をすることができるのです。放水やめ。これでとりあえずの次の訓練は終了したいと思いますので、また来月、再来月と月1で訓練あると思いますので、1回1回の訓練はなるべく多くの団員の方が参加していただいて、消防と一緒に、消防署と一緒に、大節を守っていこうということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ解散で、私は企業に勤めてまして、企業の上司の方から勧められて、消防団の方に入りました。両立っていうのは本当難しくてですね、他の先輩方に聞いても、両立は大変だよって、そんな中でもやれる時間、月に1回だったり2回っていう訓練をしっかり参加してから、自分に身になることを今身につけていってるので、そこら辺は今後の、僕の人生の糧になるかなと思ってます。自分も家庭もある中で、仕事もある中で、なんとか無理のない範囲でやらせていただいてはいるんですけれども、地域の方お会いしたときに、ありがとうと言っていただけるときに、やっぱりやりがいを感じます。吉田分団が行っている消防出前講座では、3つのことを吉田小学校の3年生に説明しました。体育館では女性消防団員が防火衣と呼ばれる衣服について、その役割などを話しました。少し防火衣の説明をしたいと思います。火事の暑さから体を守ってくれたり、炎と一緒に飛んでくる火の粉が当たっても火が溶けたり燃えたりしないように、燃えにくい素材で作られています。講座では消防団員が実際に使用している防火衣を着て、その重さなどを体験してもらいました。服もヘルメットも両方とも子育て中の女性消防団員西脇さんは、自身の子供にも消防団活動の大切さを伝えています。地域貢献っていう言い方だと、すごい荷が重いかなと思うんですけど、火災だけじゃなく、本当に小さなお祭りの交通整理だったりとか、消防署のお手伝いだったりとか、そういうのに出ていくことによって、やっぱりみんなが喜んでくれることを伝えてますね。運動場では消防ポンプ自動車の役割や仕組みなどを話したり、実際に運転席に座って消防車に設置されている無線機などを触ってもらったりしていました。で、あっちは無線機って言って、無線ここと繋がってて、また SUV タイプの消防車ではサイレンを鳴らす体験をしました。そして吉田小学校のすぐ北側にある詰所と呼ばれる吉田分団の建物も見学してもらいました。消防団の方がね、活動するときに履く靴です。みんなの普段履いている靴とちょっと違うところがあるんです。
そうだね。まず長いのが一つだよね。これ怪我しないように長く作ったり、もっとすごいところがあるんだよ。これ鉄板が入ってるんです。詰所では消防団員が履く靴や怪我人を運ぶ担架、ホースなど消火活動で使う資機材の説明をしました。子どもたちは説明されたことをノートに書き留めながら消防団についての理解を深めていました。服を着てみて重くて、そんなんで火事が起きたとき普通に動けてるのがすごいと思いました。普通はいつもの仕事をしているけど、火事になったときとかはすぐに出動できるような準備ができてすごいと思いました。大人になってもずっと小学校で学んだことを思い出して火事が起きないように気をつけたいと思います。消防団というのは慢性的な人員不足というところもありまして、その原因としてそもそも消防団って何をしているのかなというところが知られていない、こういった機会を設けていただくことによって消防団の車両だったりとか、そもそもの活動、服装だったりも実際に見ていただけますし、そういったところを小さいうちから知っていただくことによって、あ、地域でこういうことをしてるんだなっていうのを分かった上で、その子たちが大人になった時に同じような活動をして地域を支えていきたいっていうふうに思っていただければ、消防団側としてもすごく意義を感じてとてもありがたいなと思っております。消防団の活動の一つに、広く市民の皆さんに火災予防を啓発する活動があります。この日は秋の全国火災予防運動に合わせ、横根分団が夜間の警鐘巡回を行いました。この活動は市内すべての分団がそれぞれの地区で行っています。分団が所有するポンプ車の赤色灯を点灯させ、鐘の音を鳴らしながら市民の皆さんに火災予防を呼びかけます。夜間の警鐘巡回は秋の全国火災予防運動以外に毎月9のつく日にも実施しており、火災予防に努めています。入団して初めの年は初めてのことでいっぱいでしたので、ついていくのがやっとでしたけども、月に一度の訓練がありまして、その中で勉強をたくさんさせてもらいました。もちろん地域の方々の安全と安心を守るという部分で、消防能力の向上というのを常日頃訓練で鍛えておりますので、そういった自信を持って活動に当たっています。我々職員は100人しかおりませんので、東日本大震災等の大きな災害が起きた際には圧倒的に人数が足りなくなりますので、各地域の消防団員さんの力をお借りして災害に対応するということになります。確かにやっぱり家族に負担をかけてしまうという点で、ネガティブなイメージというのもあるかとは思うんですけれども、地域の方の安心安全を守る、助けになっているというところが、一番 のやりがいであると思うので、またあと何でしょう、毎日こう訓練がずっとあるというわけではなくて、自分も本当に無理なくやっているので、負担が少ないというところも知っていただいて、ぜひ消防団員になる方が増えていけたらなと思います。